森琴と石、森琴と石から1921年2月24日は日本の明治から大正にかけて大阪で活躍した南画家、銅版画家。晩年には文展審査員に任命され大阪南画の総帥と目される一方、若年期は南画を描く傍ら響き泉堂の名で優れた銅版画を数多く制作した。摂津国の有馬温泉で カジキ玄二郎の三男として生まれる。名は熊、後年主義と改める。諸号を足場し、次に金石、さらに琴石と改めた。字は吉夢。別号に、しおり石、鉄橋、雲根関等も合し、西号を長江読みがろ。父、玄次郎は、現在も、同地で高級旅館として知られる、中の坊を経営し、 有馬温泉の炭酸水発見者でもある。1846年大阪で、旅館、伊豆市屋を経営する森、井の平の養子となり、1850年、金江金城に南画を学んだ。金城が1862年に亡くなると、任町寺西村の門に展示、一方観石を、メガとも木こり、高木大造に学んだ。1873年東京に留学して、高橋祐一から、 油絵の手ほどきを受けたという。ただし、唯一の門人帳には古都石に当たる名が見えず、実際のところは不明である。ただ、唯一と信仰があり、同伴画家で知られる松田緑山とは何らかの接触があったと推測される。明治10年頃から古鉄梅や大谷梅ら、来白新人画家と交流する。二、明治10年代には全国各地の継承地をめぐり、 社生学校がいくつか残っている。1882年の第一海外国海画共振会で登場。1884年何和画学校の品川教員となり、後に同僚になった矢野ゴスと共同して、1889年何和学画会を結成。翌年大阪府立博物場で大阪絵画共振会を開催する。翌年9月に、 宮内庁の御用画家となったとされる。このように南画家として活発に活動する一方で、明治8年頃から21、22年にかけて多くの銅版画を手掛けている。現在確認されているだけで60点から70点以上、特に地図は25点以上と多い。古都医師が銅版画をどこで身につけたかはよくわかっていない。若林春水道に学んだとされるが、 作風の類似から松田緑山からも影響を受けたとも言われる。明治の同伴画家には、青野総集、結城正明、柳田隆行、中村月麗らのように、仮の葉の絵師から展示たものが少なくないが、古都師のように何画家出身者は異例である。その後も、内国官僚博覧会や日本美術協会展などで受賞を重ね、大家として認められるようになる。 大正2年大阪の学科では初めて文天審査員に選ばれた。なお琴石はを扱った文献では同年に提出義原因を拝命したとされる。しかし当時の官報に記載はなく提出義原因を扱った学術論文などにも琴石の名はない。これに先立つ明治43年にも提出義原因の審査があり、琴石は鈴木末年野村文拠。 村瀬玉田、山本梅草、菊池義文、竹内聖宝、山本春居らと共に、総長から候補には挙げられたものの、最終的に戦から漏れたようだ。晩年は病気がちで、大正十年七十八歳で没した。墓は、当初、安治川の墓地に葬られたが、後に四天王寺に移された。ありがとうございます。